どうでしょうね、小谷さん、どういう狙い方してきますかね。このポジションだとゴールキーパー 真ん中に入るしかないんですよね。でどっちの足で来るか、長野の右足か高橋大吾の左足か、 28m、 高橋大吾、北九州追いつきました。59分、今シーズン3ゴール目、高橋大吾の素晴らしいフリーキックでした。素晴らしかったですね。今のはパーフェクトでしたね。これもうインサイドでうまくいきましたよね。このゴールのところちょうどこう上げて、これ見てもらえれば分かるんですけど、外を向いててうまく入ってますよね。高さといい、角度といい、良かったですよね。ちょうどこう壁の上を越えていきましたよね。59分、高橋大吾直接フリーキックで追いつきました。川田選手もあのサイドを狙われると思って 高い選手をあの逆サイドに持ってたんですよね、はい、ただそこをわざと狙ってきましたよね。そこを越えたという素晴らしいゴールでした。まあ、今日は主にゲームを作る役割をしているその高橋大吾がゲームを振り出しに戻しました。北九州、そうですね、これでまたこれ1から残り30分ありますけど、はい、作り替えですよね。栃木はこの間に松本に代わって佐藤翔を入れてきました。同じボランチのポジション、ボール出し力が素晴らしい選手です。前の試合で4試合ぶりに起用しました。さあ残りまだ30分ありますが、まず高谷さん、追いついた北九州の心理状態というのはどんなものでしょうか。やはり得点ができたことによって次へ行こうという前にくくっとかでもない。ただ自分たちはこうボールポゼッション今もそうですし、ちゃんとつないで、ただ落ち着いてやれっていうのは多分小林監督から出てると思いますよね。逆に追いつかれた栃木としてはどうでしょうか。栃木としてみればもう一度最初からやり直しですよね。でもただ田中監督はもうどのチームに対してもやり方は変えないので、その戦いですよね。永田が出ますが、ここはディフェンスカバーです。まあ、栃木は今まで3試合は先に取られてそして追いつくという展開が続いていました。今日はその逆です。まあ、ただ精神的にメンタル的にこう先手を取られても追いつくだけの力があるということはチームは自信に持っています。今のなんかうまく前からプレッシャーがはまって自分たちのボールにしましたよね。それをあとは攻撃にどうやってつなげるかですよね。そこに今交代さん佐藤翔を入れてきて、